ありがとうございます。あちらで今ちょっと説明も終わっちゃうかもしれませんけど、はい、お願いください。はい、お名前ですか。キラキさん、はい、はい、こちらが東大寮の、中にあります、レンガ造りの、倉庫のあるで、ご覧になっていただくと分かるんですが、奥に、モルタル敷きの床面がこしらえられてるんですが、その下に先ほど言いましたちょっと楕円形の、区画がありまして、これが明治11年の地図には、記載されているものです。ですからこのレンガ、倉庫ですね、レンガ造りの倉庫は、明治11年よりは新しいということが分かる。で、日本東大史という本を、見ることができたんですが、その中には、この倉庫の見取り図が書いてあります。明治30年頃の見取り図というところには描かれてますので、この建物自体はですね、明治11年から30年の間に、建てられたものというふうに、分かっております。で、ブルーシートがある側がですね、旧の大岡川の中ですね、その境に、県知石という、石で、石垣を組んで護岸を作っております。ここからでは 見えにくいので、順次ご覧になっていただければと思います。で、この先ほど言ったようにこの東大寮の敷地が狭かったので、外側を全部埋め戻してですね、敷地を確保して、ここで灯台を、作ったり、あるいは、試験を行ったり、そういうようなところ、だというふうに分かっています。では後ろ側に行ってみます。
ここは効力試験所っていう建物が建てたというふうに、されているところですが、建物の基礎みたいなものは見つかっておりません。ただ城内に、整備されている、土管の、配管施設ですね、そういったものが、確認されます。で、前方に、ちょっと石垣の一番下の方が見えますが、あれが、旧の大岡川の護岸のかなり下の方の部分です。でどうやら、ここは、江戸時代の終わりに、きちんとした擁壁を作ったんですが、護岸を作ったんですが、明治時代になって先ほど の敷地を確保する、目的で今の、川幅とほぼ同じようなところにですね、新たな、護岸を作っておりますので、その護岸を形成していた、石をですね、この辺りに、建てる建物の基礎に再利用しているっていうようなことが、分かっています。ですから上の部分の、石っていうのがほぼ、抜き取られている状態であるということが、分かっています。でこういう排水施設も、この東大寮に、伴うものだとは思うんですが、今のところはっきり、はしております。ではその後ろ側を、ね、